皆さんこんにちは、渡辺徹です。私の役どころは、文史、小説家ではございますけども、ちょっと芸術的なところからでは一段低く見られてはいるんですけども、庶民に愛されている作家である、俗物の中にこそ情緒があるということを思いながら書いている作家の役でございます。お二人の人気シリーズの中にこうやって参加させていただくのは非常に光栄です。大好きな女優さん二人と、一緒にできるんで、ものすごく楽しみです。もうこっちから言っちゃいますけど、豪華キャストですしかもこの話はだいぶ前に書かれた話ではあるんですけども、本当に読んでみると、近来まれに見る名作品、笑いあり涙あり、こんな定番のセリフなんですけども、この定番のセリフこそがぴったりくる本当に楽しめるお芝居だと思いますので、お運びいただきたいと思います。劇場でお待ちしております。